今なら専用スプレー瓶もついて超お得。さあ今すぐお電話を。ごめんなさい、いけないわ。それじゃ。構わないけど。わかったわ。それじゃ。ここはついこの間行ったばかりでしょ。気が進まないわ。ごめんなさい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 。なんか用なんか。
まあ特に予定もないし。ええよ、月渡るわ。オッケー、わかったわ。ほんならまたな。はい、泉です。あ、何か用？渡したいもの？じゃあ駅前で待ち合わせましょう。それでいいかしら。それで渡したいものって何？わあ、私に？ありがとう。開けてみてもいいかしら。どうもありがとう。都合が悪くて。また今度ね。
こに行くか楽しみ。楽しい思い出いっぱい作れたらいいよね。おいおい、初日から何言ってるんだよ。夜はまだこれからじゃないか。しょうがないな。お前にだけは特別に教えてやるよ。実はね、さっき偶然に大浴場の中が見えるベストポジションを発見したのさ。そう、女湯だってバッチリ丸見えよ。どう？お前も好きだね。そこまではちょっと。曇って中も見えないし。なんだかすごく疲れたな。もう寝ようぜ。まったく、お前のせいでひどい目にあったよ。おい、僕にも見せろよ。なんかバッチリ顔見られた気がするな。まったくお前のドジで台無しだよ。ねえ、清水の舞台から飛び降りるって、思い切って何かする時の例えによく使われるけど、実際に立ってみると怖くて足がすくんじゃうね。うん、そうだね。なんだか簡単に使えなくなっちゃうね。確か4日目に自由行動があったと思うんだけど、よかったら私と一緒にどうかな。嬉しい。じゃあ明後日の朝に待ち合わせでいいかな。楽しみだな。じゃあおやすみなさい。